皆さんこんにちは。日本ハムは東京ドームで巨人に大勝し、交流戦開幕から2カード連続の勝ち越しを決めました。2日に2桁安打&8得点と奮起した打線が今季最多タイの14安打10得点と再び爆発しました。日本ハムの快進撃と面白いようにハマる新庄采配が話題となっています。日本ハムは3日の巨人戦では2対3で惜敗しました。土壇場9回に追いついて延長戦まで持ち込んだものの、10回裏に玉井大将が岡本和真にサヨナラ打を浴びました。この日は日本ハムの伊藤大海と巨人のフォスター・グリフィン両先発の力投で7回まで1対1緊迫した展開でゲームが進みました。日本ハムは8回に勝ち越しを許すも、直後の9回表に連打で無視1、3塁のチャンス。ここでとっておきの代打野村勇希は空振り三振に倒れましたが、続く清水雄志が1球目からセーフティスクイズを敢行しました。一塁手の岡本が本塁に送球するも間に合わず、ボールセーフで記録は犠打野戦。この間に試合を振り出しに戻しました。3日放送の CS フジテレビ1プロ野球ニュースに出演した江本武則氏は、9回の攻撃について日本ハムベンチが強気だったとコメントしました。この場面スクイズもあるんじゃないかというのは誰もが思うところ、そこで堂々と初球からやらせる、こうして思い切ってやるところが新庄采配ですねと振り返りました。同じく番組に出演した真中満氏は、一連の攻撃について最初の野村選手にはやはり打力に期待して自由に、続く清水選手はバントもよくやっている選手なのでセーフティスクイズをという形ですよね、ここは清水選手がうまくその采配に応えましたねとし、選手の持ち味と状況に合わせた采配に賛辞を送りました。2連勝とはならなかったものの、江本氏も先発投手が頑張って僅差の展開で1点を取り合う、これが野球の魅力の一つですよ、いい試合でしたと両軍を称えました。その上で日本ハムは今元気ですね、ゲームが面白いと強調し、今後の戦いにも期待を寄せました。原辰徳監督はこの日勝ちはしたものの、もう少し打線がもう少し活発にね、凡打してもなんて言うんだろうな、自分のバッティングを生き生きと伸び伸びとやってもらいたい、まだ背中を丸めた状態で打席に入っている人が目立つと若手の課題を指摘し、そこは日本ハムの打線はようようと打席に行っているというね姿、こういうものは勉強というものは必要と新庄剛志監督率いる相手チームとの違いを表現し、攻撃陣に奮起を促していました。そして原監督も指摘するこの違いが3戦目で顕著となりました。先発した北山紘基投手が投打で奮闘しました。2回のプロ初打席で同点敵地だ、6回にも中前敵地だと2安打2打点、投げては7回8安打3失点の好投で3勝目を挙げました。北山の投打の大活躍にネットでは北山教授がトレンド入りしました。北山のチーム内の愛称は教授、ルーキーイヤーの昨季エース上沢が自身のツイッターで、ちなみに僕は教授って呼んでますとツイートしました。コーチ陣もうならせるトレーニングなど豊富な知識量と堅実な風貌や趣味が読書だということから定着し、ファンの間でも親しまれています。この筆頭手の北山の打順が8番だったのは八木打撃コーチの発案だったそうです。新庄監督は最初チャンスで回ってきたから八木さんと思った、そしたら打ったと笑いました。打線も2回の北山の同点打で火がつき、今季初の2桁得点と大爆発しました。9番細川良平が敵地2塁打とスクイズで2打点、3回は西一二塁から6番野村勇希が同学年で花咲徳栄高時代のチームメイト松井颯から21試合ぶりの6号スリーランを放ちました。野村は前日スタメンを外れ、途中出場から10回の後期で2打席連続三振。試合後に新庄剛志監督から、チャンスは与えている、ものにできなかったらそれまでの選手と葉っぱをかけられていました。猛撃に一発回答した22歳は、同級生に負けたくなかったし、監督にリラックスして笑顔でと言われていい状態で打席に入れた。6回にも痛烈な中前打を放ち、8戦ぶりのマルチ安打を記録しました。
また3番加藤豪将は3回に中前打を放ってデビュー戦から8試合連続安打となり、1966年のドラフト制後の新人では2018年の清宮幸太郎の記録を抜き最長となりました。その後6回には敵地打、8回は中越二塁打で NPB 初の3安打猛打賞となりました。6回の攻撃ではスクイズで得点しました。きっちり決めた打者とともに走者の動きにも注目が集まり、三塁ランナーの行かない素振りがうまいと称賛の声が上がりました。4点リードの6回無視1三塁、打席の細川亮平は初球にスクイズを敢行しました。転がったゴロを捕球した巨人桑原拓也投手が捕手にグラブトスするも間に合わず、三塁走者の福田光輝がヘッドスライディングで生還しました。注目されたのが福田の神走塁です。全く行く気のない棒立ちの体勢から一転、桑原の投球直前にスタートし鮮やかにフォームを陥れました。ダゾーンが公式ツイッターに動画を投稿すると、ファンは素晴らしい、完璧やな、ハムの野球楽しすぎ、綺麗やなとコメントしました。新庄野球を体現したプレーを称賛していました。一方で10失点でカード負け越しとなった巨人、先発のルーキー松井颯は3回5失点でプロ初黒星を喫しました。松井投手は初回こそ3人で仕留めますが、花咲徳栄高対決となった野村勇輝から一発を浴びるなど3回でノックアウトとなりました。試合後原辰徳監督は、初回立ち上がり良かったんだけどね、やっぱり先発ピッチャーというのは勝負を左右するということを改めて若い松井投手も分かってくれるといいと話しました。この日は4月以来の1軍登板となった。3番手のリリーフ桑原拓也投手も4失点、決して良いとは言えないと言葉づくなでした。一方2軍で調整中の菅野智之投手は復帰2戦目のこの日6回途中1失点の好投。菅野投手は前回よりも精度が高く、全体的に見ると前回より良かったと手応えをつかんでいました。原監督は球数を意識したと分析しながら、順調でしょうと評価しました。一軍復帰の可能性を問われると、わからない、そこまでは相当休みを上げているつもりではあるけど、ハッ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 と笑って、世の中の人が休みをもらうの何給って言うんだっけ、有給はもうとっくに過ぎたんじゃないと、そう遠くない登板に含みを持たせていました。またその菅野と対戦したのは左腹斜筋損傷で離脱中の日本ハム清宮でした。5番三塁で実戦復帰し、巨人菅野の前に右肘に倒れました。やっぱり楽しい、思ったよりもボールも見えてたかなと思いますし、まあまあだったと思いますと振り返りました。新庄監督は映像をチェックし、いい打撃はしていたと評価しつつ、まだまだ一軍に呼ぶ気はないと明言しました。理由は清宮の体型にあるようです。しっかりスリムにさせてから、太っているようじゃ僕は戻さない、打線は調子がいい、入ってくるスペースもない、減量した、昨年が良かったんだからもう一度体を絞り直すよう求めました。日本ハムは投打ががっちり噛み合って解消したことで、チーム得失点の収支が黒字に転嫁しました。新庄監督にとって就任2年目で初めて得失点差がプラスとなり、優勝だけを目指すチームの力強さが数字にも表れてきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。